アメリカオニアザミは、キクカアザミ族の多年草。日本には本来分布していない、外来種。和名に、アメリカとあるが、ヨーロッパ原産のアザミであり、誤解を避けるため、西洋オニアザミと呼ばれることがある。ヨーロッパ原産。日本には、北海道、本州、四国に入分布する。北、アメリカ、アフリカ南部、オーストラリアでも外来種として定着している。 畑、牧草地、道端などに生育する。種子系の高さは0.5から1.5メートル。大きいものは2メートルにもなる。7から10月頃に、甲子色の登場花を咲かせる。根醤油はうじに、新列子、ロゼット状になる。葉や、茎、双方辺には鋭い棘があり、手袋をしていても貫通するため注意を要する。一年草もしくは二年草。 種子はタンポポのように綿毛で風に乗って拡散する。日本へは北、アメリカから輸入された穀物や牧草に混入して持ち込まれた。1960年代に北海道で初めて確認され、本州や四国でも定着しているが、特に北海道に多い。利尻島や世界遺産の知床国立公園などの自然度の高い地域に侵入し、 在来種と競争縮縮している。日本自家はアメリカオニアザミを食べないため、鹿の多い地域では本種が増えている。また、牛などの家畜も本種を食べることはなく、酪農地帯では放牧地の外装として知られている。外来生物法により生態系被害防止外来種に指定されている。トゲを有するため、抜き取って駆除するのは大変である。 abc ヨネクラ工事カジタタダシサーシウムボルガー 010bg プランツワミウ学名インデックス2012年7月20日閲覧プラントネームディテールズフォーサーシウムボルガー010イ,インターナショナルプラントネームズインデックスインターナショナルオーガニゼーションフォープラントインフォメーション2012年7月20日閲覧 ab サーシウムボルガー010 トロピコス、ミズりリボタニカルガーデン、270万598、2012年7月20日閲覧。ABC アイタスのサーシウムボルーガーレのページ、エンサイクロペディアオブライフのサーシウムボルーガーレのページ、大阪市立自然史博物館、第50回特別展、知るから始める、外来生物未来へつなぐ地域の自然。大阪市立自然史博物館、 2020年8月7日閲覧。滝康彦財団法人自然環境研究センター。決定版日本の外来生物平凡者。2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。AB 北海道ブルーリスト A にアメリカオニアザミ。知床国立公園ラウスビジターセンター。アメリカオニアザミ。村上交渉。 和下に泉日本生態学会外来種ハンドブック知人書館2002年9月30日 ISBN4 から8052から 0706X ありがとうございます